私は確かにお金に不自由したことがありません。身の回りのことは全て女中がやってくれます。いつでもおいしいものを食べることができるし、綺麗な服を着ることだってできる。ずっとそれが当たり前だと思っていました。でもずっと心は満たされませんでした。まるで白い砂のよう、握りしめてもサラサラこぼれてゆく。まるでカゴの鳥のよう、澄ました声でカラカラ泣いてるの。本当は悲しいくせに。私はオーディションの記事を見つけてすぐに飛びつきました。どうして？なぜかしら、わからない。でもわかることが一つだけ、この胸の高鳴り。まるでファンファーレのよう、幕が開いて拍手が聞こえるの。まるで何か起こりそうで、少し怖くてドキドキしているの。本当は嬉しいくせに。まるで夢を見てるよ、翼が生えてる。